in her 20s, you can't take it because you want to know. こんにちは、ゆみねむです。Want to know? ゆみねむです。今日は私がどうやってカナダで永住権を取ったか、その道のり、まあ、ちょっと前回のビデオよりもうちょっと詳しく説明していきたいと思います。で、まずね、永住権を取るためには何が一番大事かって言ったら、就労ビザ、働けることができるビザを持っていることが一番大事なんですね。例えばワーキングホリデーのビザとか、あとはそのこっちのカレッジを卒業してもらえるポストグラジュエートワークパーミットって、ポスグラって言いますけど、まあ主な就労ビザではその2つが簡単に取れます。ワーキングホリデーだったら18歳から30歳までなら人生一度カナダで誰でも申請できますね。私はですね、こっちのポストグラジュエートビザっていう方で就労ビザを持って永住権まで行ったんですね。カナダの1年のカレッジを卒業したので1年の就労ビザをもらいました。そうですね、2013年の8月1日から私の今働いているレストラン、ホワイトホースにある、まあカナダのフランチャイズのレストランで働き始めました。就職活動するときにいろんなレストラン回ったんですね。で、やっぱこのレジュメと言われる、まあ、履歴書みたいな、自分を PR できる履歴書みたいなものをいろんなところに出しに行ったときに、一つ聞いたことが、この永住権のサポートしてますかっていうのを絶対聞いて、で、どこもね、してないよとかね、昔やってたけどもうやってないよとかで、で、最後にたどり着いたところが、今働いてるところで、で、永住権のサポートやってるよって言って、で、そこで私は就職を決めました。自分が就職するところが永住権をサポートしてるかしてないか、そこを入るときに確認するのが大事だと思います。そこでまあ8月1日から働き始めて、でその店のルールとして、店のルールですよ、3ヶ月ぐらいまあ働いてもらって、あなたが使えそうだったら、まあ、これから永住権をサポートしていくっていう感じだったのね。で、私を含めて3人いたんですよ。日本人のもう一人の男の人と、韓国人の男の子と私で、で、まあ、まあライバルですよね、みんな。で、まあいろいろそこの3ヶ月はとりあえず認めてもらうために頑張ったりとか、普通ですね、普通に仕事を、早く仕事をできるようにならないといけないので、やっぱりいろいろ大変でしたね。そこで3ヶ月経った時にマネージャーにちょっと呼ばれて、ユミ頑張ってるから永住権ね、サポートするよって言ってくれたんですね。でもそこのこの中の一人、やっぱりそこの店ではもうサポートできないよって言われて、そこで永住権を目指そうとしてたのに、まあ、店側から無理って言われたんで、もう次の場所に行ったっていう人もいましたね。永住権を申請するための条件として、そのフィールドで6ヶ月間の経験がないと条件を満たさないんですよ。まあここで8月から働き始めて、9、10、11、12、1月、2月、まあ、2月までここで働いてワークエクスペリエンスを満たして、2014年の3月にまずは YNP というものを申請しました。 YNP っていうのは有婚のみにプログラムの略で、まず永住権を申請って言っても、まずその国に認められるよりも先に州に認められないといけないんですね。私がいる州は有婚準州っていうので、有婚のミニプログラム YNP って言われますね。で、あとは必要だった書類は、例えばカナダが作ったSILPIP っていうテストを受けました。で、その結果と、あとは birth certificate、戸籍謄本ですね。戸籍謄本も日本語じゃなくて英文に変えないといけないんですよ。英文に変えるのも自分じゃできないですね、こういう大事な書類は。バンクーバーかな、そこの都会のところにいくつかあるみたいですけど、日本人で免許を持ってて公式にその書類を翻訳するっていう人がいて、まあ、ググってね、めちゃめちゃググってそこも探しました。人に自分の戸籍謄本を原本送って、あとクレジットカードの番号とか教えて、で
すごい数週間でやってくれましたね。で帰ってきてその戸籍謄本の翻訳と、まあ、原本も返してくれたんですけど、うん、自分で用意するのはそこぐらいだと思うんですけど、 YNP を申請するのはめちゃめちゃ簡単でしたね。これ自分が必要な書類とかをその雇用主マネージャーに渡して、マネージャーがいろいろ書類を整理して手紙書いたりとかして、そこの州のエデュケーションデパートメントとかって言われる州の政府のところに、まあ、この手紙を出して、でそこから6週間から8週間って言われてますね、返事が来るのが。でその自分の提出を書類して、私は1ヶ月後、まあ1ヶ月ちょっとかな、6週間後に返事が来たんですね。でその返事はおめでとうございます、州のね労働者として認められましたと。でまあそこで一安心、ステップ1、2014年の3月にこの YNP 書類を申請して返事が来たのが2014年の4月10日に私は州のノミニーとして、認められました。でここからが永住権 PR Permanent Resident って言われて、ここからがもう本番っていう感じですね。この1ヶ月間で書類をもう全部集めて、もう本当こんぐらい の厚さになるんですよ。これも全部永住権、その PR ですね、 PR を申請するときに必要な書類も本当こんぐらいになって、ジェネラルアプリケーションとか、自分そう、とりあえず個人情報を書きます。体重とか体重はないか、身長とかね、目の色とかも全部書くんですね、自分で。インターネットで CIC って検索して、このパッケージですね、永住権申請のパッケージ、まあ、検索して、これ全部インターネットで自分で入力するんですよ、本当に自分で。雇用主、そのお店のマネージャーが助けてくれるとかないです、全部自分でやるんですね。例えばどこの学校出身とか、最終学歴みたいな、自分の父親の生年月日、どこで生まれたか、母親の情報とか。私が一番大変だなと思ったのが、過去10年に自分が住んだことのある国とか、まあその住所を全部書かないといけないんですよ、過去10年ですよ。で私はその申請した時が20歳だったから、過去10年、10歳までのことを全部書くとかじゃなくて18歳までなんですよ。で私はもう本当2年、過去2年のことしか証明しなかったから、まあ、楽だったんですけど、例えばこの30歳の人がこれを全10年間遡って20歳の時からずっと住んだところを全部書かないといけないですよね。めちゃめちゃ大変だと思います。だから年取ってれば取ってるほど書くことが多くなるので時間はかかります。私はもう本当2年で済みました。2年って言っても、私バンクーバー留学してたりとか、そこでもホームステイいろいろ変わったり、あとはカナダに、まあ、ホワイトホースに来てもいろいろ住所が変わったりして、それも全部ね書かないといけないんですよ。あとはどこに旅行行ったことがあるか。私はもうこの申請した時にアラスカも行ったことない状態でしたので、本当に日本とカナダ、バンクーバー行ったよみたいなことしか書いてない。本当旅行いっぱいした人とかも全部書かないといけないんですよ。もう本当に空欄があっちゃいけないんですよ。1日でも空いてたらいけないんですよ。だからびっしり詰めて、自分がもう本当にどこで何をしてたか、過去10年間それを全部証明しないといけないんですよね。自分の残高、銀行行ってその残高証明とかも必要ですね、この時に。そうですね、100万円近くないとダメらしいですね。この PR を申請する時にもお金がかかるんですよ。クレジットカードで払うのが一番楽だと思うんですけど、クレジットカードで払って、でレシートがメールで届いて、そのレシートを自分で印刷して貼り付け、このドキュメントの中に入れて言えるっていうのもありましたね。500ドルぐらいやっぱかかりましたね。今の言ったこういう情報は全部自分でダウンロードして、自分で打ち込みましたと、この紙に。クリミナルレコードチェックって言って、この犯罪証明書は日本のものとカナダのもの両方必要になります。領事館に行けば取れますね、日本のものは。でカナダのものは、私はホワイトホースにある RCMP って言われる、そのまあカナダの警察署に行って
取りました。で、ノミニープログラムで提出した中の英語のテストを入れたりとか、 YNP で認められた州の労働者として認められた時に、その州から手紙をもらったんですね。その手紙を印刷して入れたり、コピーして入れたりとかで、こんな分厚くなります。で、あとはこれの他にはまあパスポートのコピーとか、この今持ってるワークビザ、就労ビザのコピーとか、あとは6枚の写真を入れてくださいとか言われましたね。ここで大事なのが、コピーって書かれているんですけど、これはね、notarized copy、 notarized とか notary とかって言われるんですけど、どういう意味かって言ったら、自分でパスポートを家にあるコピー機でコピーして、まあ、貼り付けちゃいけないんですね。パスポートを公式にコピーしないといけないですね。パスポート notarized とかって、まあ、Google で調べて、バンクーバーにも何百件もあるんですよ。でもホワイトホースは1件しかなくて、しかもそれができる人が私のいる州、ユーコン準州で1人しかいなかったんですね。で、その人にお願いして、パスポートの原本とか、あとはそうですね、全部自分でコピーできないんですよ。コピーの提示を求められたら、全部そうやって公式に コピーしてもらいましたね。こういうの全部集めて、はい、一つの封筒に入れて、ここのアドレスに送ってくださいって言われる指定された住所にね、全部送りました。5月に提出しました。もう送ったらね、とりあえず一安心、あなたができることは全部できましたと。お疲れ様です。で、とりあえず待ちます。待ちます。待ちます。インターネットでチェックできるんですね。自分が今どんなステージにいるかってことを。5月23日に、その政府が私の書類をレシーブしましたよ、受け取りましたよっていうのが、書かれていました。で、7月ぐらいですかね、にまた連絡が来て、政府から。次はメディカルチェックをしてください。って言われました。これもまた次のステップですね。で、8月にメディカルチェックを終えて、そのメディカルチェックが政府に届いたのが10月なんですよ。で、2ヶ月もかかるんですよね、こういう田舎でメディカルチェックをやると。で、バンクーバーとかでメディカルチェックをやればもうすぐ届くらしいですね。その2015年の2月にこのお金を払ってください、まあ、最後の料金って言われてるんですけど、私たちの中ではこの最後の料金、まあ5万円ぐらいまた払いました。ネットで普通に払ったんですよ。クレジットカードを入力して、自分の名前入力してって言って、でもそのコピーもまたメールで送ってっていう感じだったんですけど、私ここでね、一つ間違いを犯してしまったんですよ。私の名前ユミです。 YUMI なんですけど、まあ、急いでしまってね、 YUMO タイプですよ。入力ミスをしてしまったんですね。政府にはもう簡単に連絡もできないですよね、自分からは。どうしようと思っても、とりあえず待つしかないと思って、ずっと待っていたんですよ。一緒ぐらいに申請した他の日本人とか、まあ、他のアジア人の友達が、3月に、一番早いと3月に永住権取れちゃったんですよ。一番自分の仲がいい中国人の女の子が、一緒に申請した子なんですけども、また。その子が5月に取れたって言って、でもユミオはまだかな、まだかなって思ってたんですよ。で、他の子もね、ちらっと4月に取れたとかっていう子がな、もう3人出たんですよ、一緒に申請したのに。4月の1ヶ月間私日本に帰っちゃってて、で、日本に帰ってる時はもう何もできないですよね。とりあえず待ってて、またこっちにカナダに帰ってきてもすぐにライアンリーフって言われる、まあ助けてくれるところがあるんですよ、ユーコンのね、永住権のこととかで助けてくれるところに私はね行ったんですよ。で、こういう最後のフィーを払うときに入力ミスをしてしまったと。で、みんな永住権取れてない、私だけまだ何も連絡が来ないと言いに行ったんですよ。州の政府が国に連絡すぐしてくれて、その国から連絡が来たのが次の州でしたね。すぐ来て、連絡がパスポートのコピーを提出してくださいって言われたんですよ。なんでコピーなんだろうなと思って、パスポートの原本を提出することがよくあることなんですけど、でも私はコピーって言われて、でしかもそのパスポートが6ヶ月または6ヶ月以上の有効期限があるパスポートっていう条件付きだったんですよ。で、その時私パスポート見たら5ヶ月と3週間ぐらいしか残ってなかったんですよ。でこれはやばいと思って、でもね、ガバメントがもう国がもうそうやって6ヶ月または6ヶ月以上って言われたら、もうそれじゃないといけないんですよ。パスポートとりあえず更新しないといけないと思って、そこでパスポート更新したんですね。
パスポートを新しいの受け取ってバンクーバーで、でそこですぐに公式的な公式なね、パスポートのコピーをねして、でそこですぐ送ったんですよ。で送ったその日に私永住権取れちゃったんです。パスポートを向こうが、まあ、私にリクエストして、でこれをまあパスポート送りました。で送ってから永住権おめでとうみたいな感じで来るかと思ったら、なんかねちょっとここがよく分かんないとこなんですよね。でその数日後ぐらいに政府から手紙が届いて、でこれが Confirmation of Permanent Resident って言われて CPR って言われるんですけど、これがもうすごく大事な紙で、この紙を持って国境を越えてまたカナダに入国した時にポンとスタンプとかなんかでおめでとうございます、今日からあなたはPermanent Resident ですですって言われて、それが6月11日でしたね、自分がパーマネントレジデントになった日は。で自分がした大きなミスっていうのは2つで、大事なお金を払う時に自分の名前のを入力ミスしてしまった、入力ミスしてしまったからその遅れが生じたんですね。そのパスポートは絶対1年は有効ですっていう状態にしておかないと、こう夢みたいに焦ってパスポート更新してとかってなってしまいますね。永住権をやっと取れました、でこの道のりはこういう感じでしたよっていうね話です。いろいろ知りたいことがあると思うんですけど、夢はその質問に答えられる自信はないです。詳しくないので全然、ルールも変わってますので、本当に永住権のこと知りたいとかって言ったら YNP または CIC でググってみてください。ご視聴ありがとうございました。こんな髪型なのは期間限定。はい、またアウトドアの動画もチェックしてみてください。じゃあまた。